幼稚魚は、トゲウもくモク、幼ウ魚ウか幼稚魚族に属する魚。種小名のシュレジェライは、ヘルマンシュレーゲルへの懸命である。琉球列島を除く日本各地の沿岸域のアマモ、塔の海藻が生い茂る場所に住む。体長は、最大30センチメートル近くになる。体が細長く、禁縁のたつの落とし後に近い顔つきだが、口先がより長く伸びている。オヒレは、 センスのような形をし、海藻にその尾ひれや、細長い体を巻きつける時がある。細長い体型ゆえに、海藻の間に入り込むのに、都合の良い形をしており、細長い体を利用して、海藻の中に溶け込んで、外敵から身を守っている。動作は、タツノオトシゴよりも早く、泳ぐのも活発だが、それでも泳ぐよりは、じっとする方が好きなようで、海藻の林や、ちぎれた、 海藻のゴミの中に住み着いている。肉食性で長く突きで宅地先でプランクトンや小型の魚類に甲殻類等を捕食する。本種はタツノオトシゴ同様、オスが出産する魚として有名である。メスは繁殖期にオスの育児脳に800から1000の数の卵を産みつける。オスは卵を守り続け、卵は数週間後に孵化する。 体が細長く肉が少ないことに加え、体表も骨も硬いので、食用としての価値はない。風変わりな姿で、水族館などで飼育したり、ペットとして熱帯魚屋に出回る時もある。ありがとうございます。